長い階段を降りて右に身が曲がり、薄暗い廊下をまっすぐ進んでいくと、確かに107という番号札がかかったドアがあった。何度もこの図書館に来ているけれど、誓いがあったなんて初耳だ。ごく普通にドアをノックしただけなのに、バットで地獄の門でも叩いたみたいな不吉な音があたりに響き渡った。僕はそのまま後ろを向いて逃げて帰りたくなった。でも逃げ帰らなかった。そういう風にしつけられているからだ。一旦ノックをしたら返事を待たなくてはならない。中から入りなさいという声が聞こえた。低いでもよく通る声だった。僕はドアを開けた。部屋の中には小さな古い机があり、その後ろには小柄な老人が座っていた。顔にはまるでハエがたかったみたいに小さな黒いシミがついていた。老人はハゲてレンズの分厚いメガネをかけていた。どことなくすっきりとしないハゲ方だった。シラミがまるで激しい山火事の跡みたいにチリチリにねじれて頭の脇に張り付いていた。ようこそ坊ちゃん、と老人は言った。何かご用で。本を探しているんですが、と僕は自信のない声で言った。でもお忙しそうですから、また今度に。いやいや、忙しいことなんぞありますかな、と老人は言った。それが私の仕事でありますからには、どんな本でもお探ししましょうぞ。随分妙な話し方だな、と僕は思った。顔だってその喋り方に負けず劣らず不気味だ。耳に長い毛が何本か生えている。顎の皮膚はまるで破れた風船みたいな形で下に垂れ下がっている。いかような本をお探しになっておられますかな、坊ちゃん。オスマントルコ帝国の税金の集め方について知りたいんです、と僕は言った。老人の目がキラリと光った。ああ、なるほど。オスマントルコ帝国の税金の集め方ですか。それは、ああ、なかなか興味深い。僕はとても居心地が悪かった。それに正直言って、オスマントルコ帝国の税金の集め方がどうしても知りたいというわけでもない。学校からの帰り道、ふと何かのついでに思いついただけなのだ。そういえばオスマントルコ帝国ってどんな風に税金を集めているんだろう、集めていたんだろうと、そして何かわからないことがあったらすぐに図書館に行って、調べるようにと小さい頃からしつけられてきたんだ。でも別にいいんですと僕は言った。どうしてもってわけじゃありませんし、かなり専門的なことですから。僕としては少しでも早くその気味の悪い部屋から退散したかったのだ。ふざけたことを言っちゃいかんぞ。と老人はムッとしたように言った。ここにはちゃんとオスマントルコ帝国の税金の集め方について書かれた本が何冊もある。この図書館をバカにするつもりかね。ああ、坊ちゃん。いや、そんなつもりはありませんと僕は慌てて言った。バカにするなんてとんでもないです。だったらここでおとなしく待っておりなさい。はい、と僕は言った。老人は椅子から背中を曲げて立ち上がると、部屋の奥にある鉄のドアを開けて、その向こうに消えた。僕はそこに立って、10分くらい、老人の帰りを待っていた。小さな黒い虫が何匹も、電灯の傘の裏を、こそこそと、這い回っていた。老人はやがて3冊の分厚い本を抱えて戻ってきた。どれも恐ろしく、古そうな本で、部屋中に昔の紙の匂いが、
漂った。ほら、見なさい、と老人は言った。オスマントルコ帝国の税金事情。それから、オスマントルコ帝国の税金集め人の日記。もう一つ、オスマントルコ帝国における税金不支払い、不払い運動とその弾圧。ちゃんとあるじゃろうが。どうもありがとうございましたと僕は丁寧に礼を言った。そしてその3冊の本を手に取って部屋から出ようとした。老人は僕の背中に声をかけた。ちょっと待ちなさい。その本は3冊とも貸し出し禁止になっておるぞな。見てみると確かにどの本の背中にも貸し出し禁止の赤いラベルが貼ってあった。もし読み解ければ、奥の部屋で読んでもらうことになっておる。僕は腕時計を見た。5時20分だった。でももうそろそろ図書館も閉まる時間ですし、夕食までに帰らないとうちの母も心配しますから。老人は長い眉を一つに寄せた。閉館時間なんぞ問題ではない。わしがいいと言うておるんじゃから。それでいいのだ。それでも何か、わしの行為は気に入らんか。わしは一体何のためにこんな重い本を3冊も抱えて持ってきたんだ。え？運動のためかね？どうもすみませんと僕は謝った。ご迷惑をおかけするつもりはなかったんです。ただ貸し出し禁止の本だとは知らなかったもんですから。老人は深い咳をして、ちり紙の中にペット痰のようなものを吐いた。顔のシミが怒りのためにピクピクと震えていた。知る知らんの問題じゃねえわ。と老人は言った。わしがお前くらいの年の頃にはな、本が読めるというだけで幸せじゃった。時間が遅いだの、夕食に遅れるだの、何をくだらんことを抜かすか。わかりました。30分だけここで読んでいきます。と僕は言った。僕は何かをきっぱりと断るのが苦手なのだ。でもそれ以上は本当にダメなんです。小さい頃道を歩いている時に黒い大きな犬に噛まれたことがあって、それからは僕の帰りが少しでも遅くなると、母は変な風になってしまいます。老人の顔が少しだけ和んだ。ここで本を読んでいくんだな。はい、読んでいきます。30分くらいなら。それなら、こっちにおいで。と言って、老人は僕を招いた。ドアの奥は、炎ぐらい、廊下になっていた。寿命が切れかけたような電球が、ちらちらと揺れる光を放っていた。わしの後をついて行きなさい。と老人は言った。少し先で廊下は左右に分かれていた。老人は右に曲がった。しばらく進むと廊下はまた左右に分かれていた。老人は今度は左に曲がった。分かれ道や枝道がいくつもいくつもあり、老人はその度に特に考える風もなく、右に進んだり左に進んだりした。ドアを開けて別の廊下に入ったりもした。僕の頭はすっかり混乱していた。だって私立図書館の地下にこんな大掛かりな迷路みたいなものがあるなんて、全く変な話だ。私立図書館はいつも予算が足りなくて困っていたし、ほんの小さな迷路だって作る余裕がないはずだ。僕は老人にそのことについて質問してみようかと思ったけど、怒鳴りつけられるのが怖くてやめた。でもその迷路もやがて終わり、突き当たりに大きな鉄の扉が見えた。扉には閲覧室という札がかかっていた。あたりは真夜中の墓場のように静かだった。老人はポケットから鍵の束を取り出し、ジャラジャラという音を立てながら一本の鍵を探し当てた。古い形をした大きな鍵だった。そして扉の
鍵穴にそれを突っ込み、僕の顔を意味ありげ、ありげにちりゃりと見ていいから、ぐるっと右に回した。ゴトンという大きな音がした。扉を開けるときには、ギーという、すごく感じの悪い音があたりに鳴り響いた。さてさて、入るんじゃ。この中にですか？その通り。だって真っ暗じゃありませんか？と僕は抗議した。扉の奥は宇宙に開いた穴みたいに真っ暗だった。老人はこちらを向いて背筋をまっすぐに伸ばした。背筋が伸びると彼は突然大男になった。白い長い